夏も盛りの8月中旬、数年ぶりにこの国を訪れた。来日の目的はセールスじみた雑務だ。始まってしまえば3日ほどで終わるのだが、どうやら日を間違えたようだ。1日ほど早く到着した私は、知人に勧められたカフェで時間を潰すことにした。失礼、アーネンエルベという店はここでいいのかな？伝統を極力排した薄暗い店内だが、雰囲気は悪くない。日差しの穏やかな白さとカウンター側のほの暗い黒、大敗的ではあるが美しいコントラストを描いている。壁や床も日本風ではなく、名前の通りあの石の国を思わせるものだ。あれ、まだ準備中なんですけど、あの、店長のお知り合いですか？いや、この店は初めてだが。そうか、まだ開いてなかったのか。通りで看板も出ていないはずだ。開店は10時からか？また後で寄らせてもらいたいんだが。ああ、いえ、別に今からでもいいですよ。もうじき開店ですし。どうぞ、いらっしゃいませ。お客様、10時まで飲み物ぐらいしか出せませんが、それでよろしいのでしたら。それはありがたい。ん？この A テーブルは予約済みとあるが、先客が？ええ、知り合いが今日一日ここを使いたいとか言い出しちゃって。あんまりお客さんも来ない店だし、テーブル単位の貸し切りなら構わないって店長が。おや、それは都合がいい。私も長居したかったところだ。こっちのテーブルを貸し切りにしたいんだが、できるかね？ B テーブルですね。その A テーブルの隣だとうるさくなりますけど、いいですか？構わんさ、多少の雑音はいいスパイスになる。かしこまりました。料金は？ああ、半日単位で変わるのか。良心的な値段じゃないか。それでご注文は？注文は君が落ち着いてからでいい。開店前から居座るぶしつけな客だ。店の支度が済んだら注文を聞きに来てくれ。はい、助かります。手早く厨房の整理を済ませてきますから、しばらくお待ちください。ゆっくりでいいと言ったのに、相変わらず日本人は勤勉だな。ま、店の雰囲気も悪くない。噂に聞いたアーネンエルベだ。普段出会えない人間に出会えるという話が本当かどうか確かめてみるのも一興だろう。オールアラウンドタイプムーン、アーレン・エルベの一日。さて、などと爽やかにお客さんと談笑する私、当の式ですが、現在午前9時33分、待ち合わせより1時間早くアーネンエルベに来てみれば、店はまだ開いておらず、店内からは決して見えないここ厨房ではちょっとした事件が起きているのでした。お客さん、注文は後でいいそうです。それと B テーブル貸し切りだそうで。ご苦労様。店員の真似事くらいはできるようね、このストーカー殺人鬼。それでどう？いい加減自首する気になった？いや、
だから俺じゃないんだって。気がついたらこんなことに。君だって見てただろう。ええ、それはもう。あなたのような社会的弱者が、そのちっぽけな幸福をこぼす一部始終を、きっかり楽しく拝見させていただきました。ああ、かわいそうな店長さん。まさか一言もないまま、冷たい死体になってしまうなんて。本当、店員としてどう仇を取ってあげたものかしらね。くそ、なんでだ、なんでこんなことになったんだよ。まあ、厨房に入るなり店長を惨殺した人がちらちらしい。仕方ありません。自首する勇気がないのでしたら私から警察に連絡を入れて。まただから俺じゃないって。はい、再現シーンスタート。すみません、 A テーブル予約した遠野ですけど、マスターいます？なんだ、このブサイクな猫どもは。気配はあるんだけどな。マスター、入りますよ。まだいたか、ブサイク。マスターが包丁を持って迫ってくる。あ、めまいが。それで気がついたら血まみれのナイフ持ってただけなんだ。信じてくれシスター服の人、俺は殺人鬼なんかじゃない。だいたいこの程度の前後不覚は日常茶飯事なんだ。めまいの後、目の前に死体が転がってるなんてよくある話だろ。にゃいから、そんなめまいにゃいから。あとお前間違いなく有罪だから。そうね、これほど力強いその場しのぎを聞いたのは久しぶりです。さすが主人公属性、被害者の振りがお上手だこと。これはいじりがいがありそうだわ。さもありな、こいつはニャルほど君でも無罪にするのは難しいぜ。え？あれ？今誰かいなかった？そんな幻覚まで見ているとは、精神も不安定のようですね。まあ、もろもろの主張は取り調べ室でどうぞ。見れば余罪もありそうですし、何年塀の中で過ごすことになるのかしら。いや、だから俺じゃないんだってば。あ、でも、目の前には劣気としたマスターの死体があるわけで、俺がやったのか。あいつみたいに誰かに構わずナイフを振るった。ええ、確かに見ました。塔の式、あなたが笑いながらマスターを惨殺する様を。あなたは言い逃れようのない殺人鬼です。殺人鬼、俺が殺人鬼。いい加減そのフレーズとは縁を切りたかったんだけどな。直視の魔眼でも切れない縁ってなんだよ一体。でもおかしいな、ほんと手応えなかったんだけどな。でも死んでるし、そもそも俺からナイフを取ったら何が残るんだ。メガネか。いい色になって、四季、いい心の迷いです。反転するまであと一歩というところですね。古いにゃ、そのネタは古いにゃ。さあ、あなたが罪を認め反省するのでしたら、私も鬼ではありません。その弱みにつけ込んで一生脅迫する程度にとどめておきます。マスターを殺したのはあなたですね。俺はよし、今です。ネガポジウム光線照射。さあ、イエッサー。ネガはポジ、ポジはネガへ、メガネは殺人鬼へ、マグロは煮干しへ。今必殺のお手軽 2P キャラ作成光線発射ですよ。大丈夫、全然痛くないから。ジョイデー。
どんね、うまくいったかにゃ。おい、起きろメガネ、あたしのタバコに火をつけな。まだめまいがするな。ん？目の前には男の死体、この半端な解体はあいつの仕事か。無様な、自分のものには責任を持ってほしい。どうせやるなら足腰見えなくなるまで犯すのが礼儀だろうに。成功にゃ。このいちいちエロいセリフ回しは間違いなくなんないやっくん。どうよシスター、これが猫の科学力。ただいま人類史でいうところの石器時代に相当します。素晴らしい、ブラーボーです。頼もしい妖精さんたち。では計画通り、私はひとまず立ち去ります。あとはお任せしますね。任せるにゃ。あと数時間後には我々が主役と入れ替わってることを受け合い、これぞ今回の計画タイプムーンのメインヒロイン、すべてを我々が横取る作戦。ナナヤッチもそのあたりの話説明せずとも別れ。ああ、察しはいいつもりだよ。お手並み拝見といこう。こっちもそれなりに楽しませてもらうさ。さすがナイフをフレーバー幸せな立派ジャーキー。全く使い物にならないよ。それはともかく、主役と入れ替わるってどうやって？倒すのか？倒してもにゃ、その後どうするのよ。体とか乗っ取るのか？つまり魂が憑依？この猫ボディは廃棄ですかにゃ。いや、このままでも普通にバレにゃいでしょ、私たち。うむ、基本的にそっくりだしな。私たちはバカ真相に、セーバーライオン君はクッチャネにそっくりだ。いけるね。あのヤンギレはどうする？該当する者がいないが、早い者勝ちか。もう金幕デビューは譲れぬ。ヤンギレ行ってよし。あれにゃ、適当に着物とか着てみれば案外そっくりにゃんじゃない？私たち、もしくは革ジャン。なめ猫時代を思い出すにゃ。なんという合理性、かっこ豪快な理性のいい、かっこ我ながら恐ろしいやつ。しかし店長はどうする？長屋っち、店長できる？接客はできるが、さすがに料理はね。男で料理がうまいなんてのはお前、ペンギンが空を飛ぶようなものだよ。にゃんだ、そのパーフェクト生物、今度探しに行こう。今は店長の話にゃ。どうする、どうなる？仕方あるまい、気が乗らぬが、ここはキャツに頼るとするか。なに、策があるのか、私のパチ猫。うん、我が輩のペンフレンドを呼びつけよう。考えてみれば、奴ほど店長にふさわしい男もおるまい。まあ、もしもし、そうちゃん、我が輩だけど、今暇？ごぼう、どうせ落居では第5章まで出番ないっしょ。ちょっと出てきてくんないかな。こんにちは、シキ、お待たせ。あれ、シキまだ来てないのかな。奥のテーブルは、うん、大丈夫、ちゃんと予約済みになってる。夜ならともかく、午前中の待ち合わせに遅刻するなんて珍しいな。厄介な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。おや、こんなところに見慣れない店が。アーネン・エルベ、妙に後ろ髪を引かれますが。これも何かの縁だ。朝食はここで取ることにしましょう。
開店したばかりのようですが、客入りはともかく店員の姿がないというのは。おや、あの御仁は。ん、あれ、あの金髪の子もしかして。まったく、ひどい日差しだ。こうバカみたいに暑いと海に行こうなんてミキヤの言葉に危うくうなずきかねないというか。ま、どうせ遠出するなら山だよな。軽井沢あたりの別荘で人目を気にせずゆっくりしたい。マスター、アイスティー。なんか軽い朝食もつけ。誰もいない。いや、奥のテーブルに何人かいるな。ブロンドの女が二人いるが、なんだあれは。普通に街中にいていい生き物じゃないぞ。では、お二人もこの辺りに住んでいらっしゃるのですか？ああ、二駅ほど隣にな。セイバーって言ったか。あんたは冬木に住んでるって話だけど、冬木なんて駅この辺りにあったかな。私も聞き覚えないな。マイナーな路線なのかしら。三崎町なんて町も知らないけどな。ま、どうでもいいかそんなこと。昔からこの店はそういう店だし。俺は料理式、そっちは。私？そうね、長い名前だからアルクエイドだけでいいわ。けどあなたも式って言うんだ。それでナイフを常備してて特別な目も持っていると。式のパチモン？年季はこっちの方が上だ。大層な名前の割には頭の緩い女だな。呼び方はバカ女でいいか？うわっ！シキ、初対面の相手に何を言うのです。アルクウェイド、落ち着いてください。シキはきっとこういう性格なのです。おそらくタイはないと。ちょっと驚いた。何？名前が同じだとそういうところも似るの？私相手にバカ女なんて言ったのあなたで二人目よ、リョウギ。そうか。俺としてはそっちの方が驚きだけどな。よく周りは我慢してたもんだ。そりゃあね、シキに殺されるまではこんな私じゃなかったし。まあいっか、そんなところまでシキに似てるならしょうがない。その目に免じて流してあげるわ、空の入れ物さん。知ったような口を叩きやがって。バカっぽいのは見かけだけってことか。さて、自己紹介も済みましたし、どうでしょう。せっかく知り合ったのですから、交友を深めるというのは。私が呼び止めたのはセイバーだけだけどね。料理は帰っていいわよ。お前みたいな危険物を放置しておけるか。お前の彼氏とやらが来るまで監視させてもらう。馴染みの店を潰されたら迷惑だからな。いろいろ引っかかるけど、まあいっか。このメンツで話をするのは楽しいかもしれないし。それじゃあしばらくよろしくね、セイバー。はい、こちらこそよろしく。アルクウェイド、シキ。と、交友会などを始めてみたのですが、私たち以外に人がいないというのは落ち着きませんね。普段からこういった店なのですか？普段はもう少しマシな客入りだけどな。今日のアーネンエルベはいつにも増して怠慢だ。マスターもいない、店員も奥に引っ込んでいる。おまけに背中までチクチクするし。実はもう何かしでかしたんじゃないのか、そこのバカ女は。失礼ね、どこかの殺人鬼じゃあるまいし。そうむやみに事件なんて起こさないわよ。
そっちこそ何か後ろめたいことでもあるんじゃない？背中に隠したナイフ、血の跡とかついてない？へえ、実際その目で試してみるか、吸血鬼。俺は17分割なんて可愛い真似はしてやれない。やるならそれこそ粉みじんだ。言うじゃない。言っておくけど、私を殺せるのは塔の式だけよ。店内での罰剣抜刀抜宝具並びに空想具現化はご遠慮いただいております。使用者は見つけ次第退場していただく旨、慎んでご容赦のほど。なんとタイミングのいい、二人とも聞いての通りです。あまり公衆の場で爪を伸ばしたりナイフを抜いたりするのはヒロインとしてどうかと。セイバーの言う通りね。私も大人げなかったわ。いえ、私のフォローが甘かったのです。これからは火薬庫のようなお二人が衝突しないよう院長として粉骨いたします。院長か、確かにそういうキャラよね、あなた。じゃあ流儀はヤンキー？お前は頭の悪い片言留学生だけどな。言うじゃない。こうかな、私日本語とか人間の法律わかりません。そこ喧嘩禁止です。まったく。いいですか、今日はパーティー内の攻撃は禁止にしましょう。なんというか、始めたらキリがありませんから。そうそう、巻き込まれるこっちがたまったもんじゃない。できれば店内の乱闘は控えてほしいね。おや、ウェイターの方ですか。すみません、お騒がせしました。いえいえ、こちらこそお待たせしてしまい申し訳ありません。こいつがウェイターだって？はい。いらっしゃいませ、みずみずしいお嬢さん方。ご注文はいかがいたしましょう。なんであんたが出てきてんのよ、ナナヤ。式はどこ行ったの？あいつなら用があるんで外したよ。そのうち帰ってくるんじゃないか。ま、それまでは俺があいつの代わりってことで、あんたと仲良くやってもいいんだが。冗談、半端な殺人鬼に興味はないわ。見逃してあげるから、せいぜい店員として働いてなさい。だろうな。正直こっちもあんたには近寄りたくない。あいつを褒めるのは尺に触るが、その一点だけは尊敬に値する。それはどういう意味かしら。巨像とアリの話だよ。ま、あいつの場合は何であろうと殺せる毒があるんで、バランスが麻痺しているのかもしれないがね。さて、それではこちらメニューでございます。ご注文が決まりましたらお呼びください。おい、今のがお前の彼氏か？そうだけど、今はちょっと違うみたい。あれはただの白昼夢みたいなものっていうか、たまに前後不覚になるのよね、式って。まあそこが危なっかしくていいというか、守ってあげたくなるような、それでいて気を抜くと殺されそうでドキドキするっていうか。複雑ですね。そこのあたり詳しく。俺のとこ以上に乱れてるな、お前のところは。ま、他人の恋バナには関わらないようにしようぜ。それだけで夜が明けそうだからな。って、なんだこのメニュー。にゃんこ雑炊、鮭フレーク、煮干しステーキ、ドライ風味、骨の味おせんべい。なんですか、この妙にさもしい料理名は。全く食欲が湧きません。結構美味しそうだけどな。ま、頼んでみないことには何とも言えないな。すみません。ご注文はお決まりでしょうか。この煮干しフレーク北海道ミルク尽くしと、鰹節に似たブラックハーブティーっていうのを。かしこまりました。他のお客様は？あ、私も同じので。では私も。
はい、では少々お待ちを。ちょっと待ちなさいなのよ。あんた妙に慣れてるわね。前からアルバイトとかしてたの？別に、もともと容量がいい方だからな、当の指揮ってやつは。何でもそれなりにこなせるのさ。その執事服は自前？ああ、さすがにこの店でエプロン姿はないだろう。急いで見繕ってきた。あいつはそのあたりズボラだから気にしないだろうがね。ほら、男性相手ならともかく、あなた方のような淑女を前にして失礼でしょ。今ちょっといいと思っただろう。そんなことないもんね。なのよ、お水来てないわよ。早く持ってきてよ。気を利かせて送らせていたんだが、さっきの騒ぎの時グラスがあったら大惨事だっただろ。今はセイバーさんが風紀を取り仕切ってくれているので安心です。この後も店の平和をよろしくお願いします。なんといい人ではないですか、アルクウェイド。あっち行け、さっさと注文持ってこい。はいはい。ああ、それとあまり騒がないでくれよ。客はあんたたちだけじゃないんだ。ほら、後ろ。気にしてないよ。まだ実害は被っていないからね。おや、私たちが一番乗りではなかったのですね。はい、開店前にいらしたお客様です。あちらも貸し切りですよ。それでは第1回ヒロイン交友会を始めたいと思います。あ、本当にやるんだ。じゃあお題は最近の調子とか各々の作風についてとかどう？最近も何も、俺は8年前から何一つ変わってないんだが。またご謙遜を。銀幕デビューおめでとうございます、両儀式。空の教会あっての月姫だしね。素直に祝福してあげるわ。それはどうも。でもまあ、俺は静かなもんだよ。お前たちほど忙しいわけじゃないし、切った張ったも控えめだしな。言われてみればそうね。あんまり派手めな戦いはないか。じゃあそんな両儀に質問。あなたセイバーの芸風をどう思う？どうっていいんじゃないか、派手で楽しくて。冒険活劇ってそんなもんだろ。お前だって似たようなもんじゃないか。こっちはただの電気物よ。ビーム打ったり地下空洞を崩壊させたりできないわ。予算が違うし。何よりほら、月姫はミステリー？そんな感じ？アルクウェイドはこちらに来ても一線級で戦える人材ですが、むしろあなた出演するゲームを間違えていませんか？ミステリーを力技で解決しているようなものですよ。月姫無双とか出ないかしらね。暴れキャラであることに異論はないんだな。フェイトの方が合ってるんじゃないのか、お前。うん、そういう領義はどうなのよ。フェイトの世界好き？別に。そっちにはミキヤがいないし、願いが叶うとか言われても、普通願いってのは叶うものだろ。なんてストレートな。そりゃあなたはぶっちゃけ神様ですからね。持たざる者の苦しみなどわからないでしょう。そんな頭の悪い比喩すんな。俺のなんて可愛いもんだ。そこのバカ女はそれこそ制限なしだぞ。想像しただけで城作るようなやつなんだぞ。私の方も制限だらけだけどね。そっか、二人から見るとそう見えるのか。一番使い勝手がいいのはセイバーなんだけどな。じゃあまあ、フェイトはそのあたりにして、月姫はどうも？エロいですね。まあエロいな。ちょ、それだけ？他に何があるってんだ。いいじゃないか、電気ってのはもともとそんなもんだ。菊池にゃにゃにゃとか夢枕にゃにゃにゃとかすごいぞ。飯食べて女やって喧嘩やって飯食べてを無限ループだからな。個人で完結してるっていうなら、こっちこそ最強最古の世界系だぞ。
それはとりわけ極端なもののような気がしますが、笠井先生とかハンムナ先生とか清く正しい歴史と並走する伝記物もあるでしょうに。そっか、平井さんもエロいよな。待ちなさい、エロいかエロくないかの基準しかないの？自分も伝記物のくせに。そこは見解の相違だな。俺、空の教会を伝記だなんて思ったことないぞ。あれはポエムだ。人生のある時期にしか許されないポエム、ダダ漏れテキストだよ。ある意味誰にも真似できない、というかしたくない。月姫だって恥ずかしいポエム満載よ。映画化されるからって別格宣言しないでほしいわ。別格宣言というよりは思いっきり自虐していますが。お待たせしました。煮干しフレーク北海道ミルク尽くしと鰹節に似たブラックハーブティーでございます。へえ、予想外に楽しく話し合っているかと思えば、各作品ごとの魅力をね。そう、いい機会だからそれぞれどう思ってるか話し合おうとしたんだけど、両義がまともに話をしないのよ。この子こんなに協調性のないキャラだったっけ？ああ、あんたは自由奔放ではあるが、きちんと空気を読めるだろ。そちらの個人はユイが独尊なんだよ。性格的にアルケイドは器用、両義式は不器用なのさ。周りを気にしないという意味では同じだがね。言うじゃないか殺人鬼。じゃあ俺とそいつどっちがそそる相手だ？殺したいという意味でかい？もちろん。お前にとってはそれが唯一真っ当な愛情表現だろ。さすが大先輩、話が早い。でもまあ、殺せない相手のことは考えないようにしているんだ。片思いをすること暇じゃない。しかしそうだな、あえて比べてみるのも面白いか。うん、お客様はそれぞれ大変魅力的ですが、アイドルとして一番優れているのはどなたなのかは興味がありますね。些細な使い捨ての一脇役としては。うん、ほう、なんと。それは確かに白黒つけたい議題ではあるわね。こう腕力的に。俺はどうでもいいんだが、まあそこのバカ女より下っていうのは我慢ならないな。待ちなさい二人とも、喧嘩はダメだと言ったでしょ。だいたい結果が見えていることを競っても不毛なだけだ。せっかくの休日なのですから、ここは仲。前言撤回。この空気読めない王様も懲らしめたくなってきた。あ、いえそんなつもりで言ったのでは。決まりね。ちょっとそこで変な情報誌読んでる人、手が空いてるなら協力してくださらない？なんだ、なんで私が。さっきから聞き耳立ててたでしょう。ここまで来たらお仲間よ。あなたには一ユーザーとしてジャッジをしてもらうわ。はあ、うん、こうなっては仕方ありません。平和的な解決のため中立意見は必要不可欠です。迷惑でしょうがよろしくお願いします。そこにいてくれればいい。気になることがあったら指摘しろ。こちらのテーブルにいていいというのなら引き受けてもいいが、そちらに移ると実害を被りそうな気がするのでね。決まりね。話も決まったし、とりあえずいただきます。いただきます。いただきます。あー、うん、これは、不思議な味ですね。シローの料理にはない感覚です。初めてのことなので的確な表現が浮かばないのですが。まずいのよ、これまずいっていうのよ。おや、シキ、どこへ。文句言ってくる。あの子本気
ああいう顔するのね。ウェイター、この料理を作ったのは？うちの店長ですが。まいったね、やっぱり無理があったか。ちょっと様子を見てくるよ。このフレークを作ったのは誰だ？にゃんと！美食クラブっぽい人がやってきましたよ。ついに我々の料理も世界の美食へ。いや、文句じゃにゃんよ。やっぱ黒くなるからってハーブティーに醤油ソースはまずい気が。クレーマークレーマー。店長はどこだ？この料理を作ったやつを出せ。どちらも私だが、悪いが取材は断っていい。な、あらやソーレン。なんと料理式。遅いわね、料理もナナヤも。少々心配ですね。様子を見てきましょうか。いいんじゃない、別に悲鳴も物音も聞こえないし、店長が殺されるようなことはないでしょ。なるほど。では料理の改善について熱く語っているのでしょう。彼女本人が危ないという発想はないのかね。あの扉見たところ防音だぞ。ここだ、間違いない。ユキッチ、ヒムラ、ここが匂いの元だ。あ、ほんとだ、上品なみりんの匂いがするね。じゃあお昼はここで。そうしようか。しかし牧野寺の痩せっぷりがこんなところで役に立つとは。人生何が幸いするかわからないな。なんだよ、無視できない香りがしたってわざわざ戻ってきたな。メガネだろ。おや、にぎわってきましたね。人気のない店だと思ったけど、それなりに人は入るんだ。ウェイター、七夜だけで足りるのかしら。猫の目、はかったな。な、何をする料理だ。しまった、つい勢いで半径5メートル以内のキモい連中をめった切りに。おい、誰か生きているやついるか。聞きなさい、マドモアジル、この厨房は一辺が最大3メートルでございます。ガク、皆殺し。アラヤはともかく、なぜか止めに入ったウェイターまで。これはさすがに。さすがにごまかし効かないにゃ。ダミアン・アーミー正体が2秒で全滅とは、まさにキリングマシーンやね、お嬢さん。あ、黒いドアから次々と。お前たち何者だ。我々のことはいい、それより困るにゃ、シキ君。店長を殺されたら店が立ち行かないとわからないのかね、君は。知ったことか。あんな男に店長を任せている店が悪いんだ。俺は悪くないからな。なんと逆切れですか。示談で済まそうと思っておりましたが、そういうことなら考えがあります。おい、そこの猫、黒メガネにメールをしなさい。先ほどのアンビリーバボーな衝撃映像も添付してにゃ。お前たち、ミキアのメアド知ってるのか。にゃにゃにゃ。ちょっとこの前にゃ、池袋のワンニャンランドでお茶したにゃ。来年の地球環境とか熱く討論した。どうよ、
そっちが反省しないのなら、ミキューさんに言いふらしますよ。あのコスモス級の善人が今のシキさんのランクを見たら、どれほど落胆するか。なんというショック、想像を絶する進路。胃とかやばいね。不眠がすべて。生命線大暴落。ストレスによる自律神経もひもひ。うん、おそらくハギルニー。いやー、神のことは言うなじゃ、ミキヤチにメールを転送っと。ま、待てお前ら、待てったら、ダメ待て。おほー、どうやら話し合いのテーブルについてくれそうですよ。ああ、もう、わかった。私の負けよ。目的は何？あなたたち。ふふふ、さすがはゴッド、話が早くて助かるにゃ。で、どうすんだっけ？入れ替わっとく？こいつは無理なんじゃないかにゃ。さっき試したけど、着物の着付けとか我々には無理っすよ。で、肉球だしな。そっか、やっぱりすり替われるやつがいないにゃ。どっちかっつうとこいつウサギだし。よし、銀幕デビューは惜しいが、見逃してやるにゃつんぎれ。その代わり店長やれ。お前料理うまいし。それだけでいいのね。代わりが見つかったら即交代するわよ。うん、着物たすきがけか。敵ながら色っぽい仕草。やっぱ着物は心が現れますな。ところで、この使えないエロガッパはどうするにゃ。そこの治療ポートに入れておけ。最新の猫医療学でキャッと治ることを気合い。まあ明らかにただのロッカーですが。せーの。あとは店員か。一気に二人も失うとは予想だにしないピンチ。しきち、秋高さんとか呼ばない？あなたたちね、秋高を呼んだら私の乱暴がバレるでしょ。秋高に知れたらミキヤにも筒抜けよ。そうなった時、私があなたたちを生かしておくと思う？キャッカニャ、この女マジ怖え。ピンチ、かつてないピンチ。かくなる上は相当に出張ってもらうか。待て、仕方あるまい。ここはキャスに頼るとするか。なに、まだ策があるのか。私のパチデコ。我が輩のペンフレンドを呼びつけよう。考えてみれば、奴ほど手にふさわしい男もおるまい。ああ、もしもし。ああ、神父、元気？我が輩だけど、今暇？何？ゼロでストーキングに忙しい？いいから、そういうのはいいから。今必要なのは君の暑苦しいまでの接待力。ぶっちゃけコトミーの手を借りたいのよ、これが。ここですか、さくら。例の噂がある喫茶店というのは。そうなんだけど、おかしいな。あんまり流行ってないって話だったのに。十分繁盛してるわよね。どれどれって、見てさくら、そこのゴミ箱。ええ、メニューが入ってます。姉さん、斬新ですね。お前たちに食べさせるメニューはないという意思表示でしょうか。かと思えば、カウンターには筆持って女の子がいるし。あれ、この店の店員さんかしら。また客か。ちょっと待て、今新しい品書きを書いてるから。適当に空いてるテーブルに座れ。新しい品書きって、うわー、達筆です。あの人めちゃくちゃ字が上手ですね。さ、姿勢もいいし、なんか武道やってるわね、あれ。怪しい。こんなに怪しい喫茶店は初めてだわ。ライダー、念のため別行動を取りましょう。
どうしたの？ぼーっとしちゃって。何でしょう。あそこにいる人物がやけに気になるのですが。一番奥のテーブルでイライラしてる人ですね。私はあの柱の陰のテーブルでカレーを食べてるシスターさんとか気になるんですけど。それはあからさまね、はあ、そっちは放っておきましょう。シスターにろくなやつはいないし。では私はさりげなくあちらのご人の様子を探りますので。気をつけてね、ライダー。ありがとう、さくら。そちらも気をつけて。そこの、何突っ立っている。他の客の迷惑だ。早く座れ。あ、はい、すみません。じゃあこの辺りに…って、あれ？セイバーさん？おや、サクラとリンではないですか。このようなところで会うとは奇遇ですね。ん？何その子たち、セイバーの家来？にしてはパッとしないけど。ピンときた。私この人苦手だわ。その年でセカンドオーナーなんだ。見かけによらず才能あるのね、あなた。それはどうも。私も本物の吸血鬼を見たのは初めてよ。あれ、姉さん、ライダーは？ライダーは趣味と実益を兼ねて血を吸ってるだけでしょ。ライダーは吸血種。生きるためにどうしても血が必要ってわけじゃないわ。まあこちらの御人も吸血しなければ生きていけない吸血鬼とは違うんだけど。血を吸う鬼、吸血鬼には2種類いてね。民間伝承から押し上げられて世間一般の吸血鬼のイメージとして定着したものを死と。で、そもそもそんな人間外の怪物を作り上げる原因になったものを神祖っていうの。感染して犠牲者を増やすということでは同じだけど、使徒と神祖は全く別の吸血鬼よ。単純に言って悪玉と善玉ね。悪い吸血鬼が使徒、良い吸血鬼が神祖と覚えればいいわ。ほほう。ではアルクウェイドは？善玉も善玉、神祖の王族でしょ。ブリュンスタッドって言ったら。まあ吸血鬼たちの善悪の観念は私たちとは全く別だから、人間からしてみればどっちも脅威でしかないんだけど。まあこんなところでいいかしら。以上、東坂凛の説明コーナーでした。おい、そこの赤いのと桃色、注文は？あ、赤いの？桃色。あれ？なんで料理がカウンターにいるの？いろいろあってな。しばらく店長代理だ。七夜も休憩中。もうじき臨時のウェイターが来るらしいが、おかげで店長自ら注文を取る始末だ。まったく、なんて無様。その割にはノリノリですね、彼女。あの手のタイプは凝り性なのよ。やたら面倒くさがりなくせに、一度始めたら完璧にこなさないと気が済まないっていうか。姉さんと気が合うんじゃないですか。どうでしょう。リンヌは努力と研鑽があっての万能性ですが、四季の場合は得意なことしかやりませんからね。案外喫茶店のマスターに思うところがあるのかもしれません。はあ、なんか近寄りがたいですけど、割と平凡な将来設計してるんですね、あの人。注文は？無駄話だけなら水飲んで出てけ。おお、じゃあ私白玉ぜんざい。白玉ぜんざい、料金スペシャルお願いします。ご注文確かに。気は乗らないが調理してくる。なんというツンギレぶり。伝統芸能だな。ええ、確かに。私としてはドストライクなルックスと性格というか、攻略対象でないのが惜しまれます。あれ、ライダー何してるの？いえ、この方がお茶をおごってくれるというので。ほう、ナンパですか。この国ではあれかな、
腕力に物を言わせた恐喝をナンパというのかな。君たち知り合いならこの女性を引き取ってもらえないか。無体ですね。嫌なのでしたら一言面と向かってうせろと言ってくだされば退散しますが、さあどうぞ行ってごらんなさい。ライダ、ここ喫茶店だから。ご安心を、さくら。この方に危害を加える気はありません。ただこうしてじっくりといじって差し上げているだけですので、こう魂を喉元でゆっくり演歌するように。それが嫌でしたらどうぞ私を突き放して結構ですが。そうしたいのは山々なんだが、君以前どこかで会ったことはないか。妙にこう嫌な汗が湧いてくるんだが。なんか蛇に睨まれたカエルみたいだけど、ライダー、その人知り合いだったの？いいえ、間違いなく初対面ですが。禁止！そういうのは禁止です！影のカーテン！これでひとまずは安心です。余計いかがわしさが増したような。いいじゃないか、カーテンのある喫茶店、大いに結構。秘密の場所というものは万人に必要なものだ。さながら教会の懺悔室が怪しげな取引に使われるように。その声はキレイ。あんた、なんでこんなところにいるのよ。というか、なんで生きてるんですか。ラスボスはあれぐらいじゃ死なないよ。いや、まあ実際は水心あれば魚心ありというやつでね。君たちはフォローの後はほとんど用済みになったようだが、私は目下リアルタイムで活躍している。こうして今もキャラとして生きているというわけだ。ああ、そう言われてみると微妙に若々しいですね、神父さん。何よ、私たちだってまだタイガーコロシアムとかあるんだからね。そうよね、サクラ、セイバー、出番の多さじゃ負けてないわよね、私たち。無論です。リンはともかくとして、私はどちらも主役ですから。タイガーコロシアムではいつも通りの04巻では、さすがウロブチ、ここまでやるかと新しい騎士姿を披露しています。敵、こいつも敵。 F15 で空中戦とか、バーサーカーのダブルガドリングとか、果ては怪獣大決戦だなんて。同じ舞台でもここまで派手さが違うのか。いいじゃないですか、姉さんはゼロでも男前なんですから。私なんて。いやいや、そう悲嘆したものではないぞ、マトウサクラ。必ず救いはあるさ。ほら、終わりよければ全てよしと言うだろう。だからゼロのオチは全滅って決まってるでしょうが。うん、ネタバレはいけませんよ、リン君。ドラマのためなら原作さえ殺す、そのスローガンのもとゼロは作られていますので、最後は琴峰神父とアーチャーの大勝利で幕を下ろす可能性もないではありません。きっとウロブチなら、ウロブチなら何とかしてくれる。ずいぶん嫌われてるみたいだけど、あれ、セイバーのところの黒幕なの？はい、人の不幸は蜜の味、世界が曇るほど満たされる性格どぐさで下道神父、琴峰キレイ、その人です。ろくなのいないわね、聖堂教会には。シエルとかロアとかメルムとか、あとシエルとか。なんだあの姉ちゃん、今スプーン折ったぞ。見たか、ユキッチ。見たよ、マキちゃん。人差し指と親指だけでこうくにゃって。メガネかけたやつにはろくなやつがいないな、ほんと。おい、カネ、こっちはテーブルとか割ろうぜ。その前にお前の減らず口を粉砕したい気分なんだが。それはともかく、何用です、琴峰。あなたの言う通り、
今ゼロで忙しいのではないのですか。いや、そうなのだが、旧友の頼みでね、今日一日ここでウェーターをすることになったのだよ。嘘、潰れるんじゃないこの店。はっはっは。いらっしゃいませお客様、ただいまサービスとして人生相談などもしております。育たない胸、減らない体重、増えない出番、噛まない呪文詠唱などなど、気兼ねなくご相談ください。出て行って、もうさっさと出て行って、このストーカー神父。待ってください二人とも、相談事なら何でもと言いましたね、琴美。言ったとも。気兼ねなく告解したまえ、お嬢さん。別に罪の告白というわけではありませんが。神父、こちらに。実はいまいち仲の悪い友人がいるのです。あそこにいる御仁とカウンターで大根をかつらむきしている女性なのですが、私はともかく彼女たち二人の仲が最悪なのです。ふん、その仲を取り持ちたいと。可能であるなら、欲を言えばついでに彼女たちの弱点なども看破できれば上々です。ほうほうほう、鼻も散らさぬ顔をしてなかなか味のある質問だ。どう思うね、我が教え子よ。そんなの簡単よ。手っ取り早く友達になりたいんでしょ。ならまずそいつの恐怖を探りなさい。何を恐れているのかを知れば理解も早まるし、急所もつかめるし、なんか面白いしで一石三鳥。それは部下を作る方法では。え、そんなの似たようなものでしょ。姉さんの人生観が炸裂したアドバイスですね。けどことは慎重にね。相手を警戒させたら分かるものも分からないし、遠回しにさりげなく何かのおまけみたいな感じで聞き出すのよ。なるほど、恐怖ですか。参考になりました。では失礼。おかえり。何話してたのセイバー。いえ、これといって何も。ところでアルクウェイド、あなたにとって怖いものとは何でしょう。チョクだ。怖いもの、そうね、強いて言うなら時間かしら。こればっかりはどうにもならないものね。ああ、シキ、あなたは。俺はそうだな、嫌なことは山ほどあるけど、怖いものといったら、まあミキアの無防備さかな。大抵の階段よりあいつのバカさ加減の方がよっぽど怖い。見ててハラハラする。なるほど、人質に弱いということですか。それはともかく、ごちそうさまでしたねアルクウェイド。うん、すごくごちそうさまでした。なんだかんだ言ってものすごいやんでるよね、料理って。ふん、好きに言ってろ。ん、なんだ差し入れ。わかった、そこに置いておけ。おいウェイター、注文できたぞ。あとこのお茶、お前に差し入れだ。ああすまないね料理君。おお、毒ダミ茶とは、君は本当に気が利く。うちの弟子にも見習ってほしいところだよ。ご注文お待たせいたしました。ありがとう。なんか複雑な気分ね。おいしい。ところで神父さん、セーバーさんはどうして皆さんの弱点を知りたがっているんでしょう。おや、相変わらず巡りが悪いな、マトウサクラは。同じテーブルにそれぞれの作品を代表するメインヒロインが集まったのだ。
争いが起きるのは当然だろう。まあ一ヒロインに過ぎない君たちには頂点に立つ者の心境などわからないことだろうが。カッチーン、ひいきあり。ホローのパッケージに出てない桜はともかく、私は歴としたフェイトのメインヒロインよ。一ヒロイン扱いは取り消してちょうだい。反論できない自分が憎いです。何を言い出すかと思えば、通世を読み取れぬものほど滑稽なものはないな。魔法少女、軍師、箱入り、果ては軍服、俗にこうやたらめったら乱発する状態をバーゲンセールと。ガンド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 。そう照れるな、リン。図星をつかれるとガンドを乱射する癖は10年前と変わらないな。そうだったんだ。姉さんより着替えが少ないとかキャラ立ちが弱いとか、そういうのを気にする必要はなかったんですね。バリエーションなんて黒いのが一つあれば。それとこれは話は別だが、大体な、なぜヒロイン枠で登場する麻藤さくら、君はこちら側だろう。さあ早く黒くなって厨房に来たまえ。このメンツではただでさえ薄い影が完全に消えかねないぞ。こちら側って何ですか。私は劣気としたどこにでもいる一ヒロインです。妥協した。今思いっきり妥協したわ、あの子。何を今さら。仮にフェイトが格闘ゲームなら最後の敵、 RPG なら隠しダンジョンの隠しボス、シミュレーションなら第3部あたりでやっぱりボスにされるお前が一ヒロインだと。唐突ですが、ここで台東区特典本とかテックのコーナーとかでエロい桜を描くシモ君からのお便りです。桜のフィギュアだけ少ないのはどうしてですか。まあそのあたりは別にいいんで、ライダーの造形物を増やしてください。少年、世の中には需要と供給、やりがいと生きがいという言葉があってね。影か。姉さん今です。ありったけのガンドを。ナイス桜、まさにサポートキャラね。ガンド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 ビーム、ガンド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 ビーム、ガンド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 。都合20発打ち込んでやったわ。さすがのキレイもこれだけやれば静かに。私も甘く見られたものだな。ステイナイトの私ならいざ知らず。なあ、ゼロのコタミネ強すぎねえと多くの読者に突っ込まれたヤングキレイの肉体は無敵。その程度の感度いかほどにも感じ。直立不動のまま2リットル以上の血を吐き出しました。って嘘。やべ、殺しちゃった。時に涼気くん、先ほどのお茶は誰からの差し入れだったのかな。さあ、見覚えのないシスターからだったけど。やはり八極剣士の最後はこうでなくてはな。パンダリ。ちょっと待った、そこの着物店長、何受話器手にしてんのよ。何って警察に電話。殺人事件が起きたからな。事故だってこれ。ほら、こんなの奥にしまっちゃいましょう。はーい、厨房開けて、このいかにも怪しい黒い扉を開けて、ほーいっと。やりました姉さん、
証拠隠滅です。仕方ない、警察は勘弁してやるから、これを着ろ。ん？何？エプロン？交代だよ。お前たちちょうど二人だろ。店長と店員に持ってこいじゃないか。乱暴を働いていた男性は新店長の手で取り押さえられました。パッと見血を吐いたように見えたかもしれませんが気のせいです。また電波の関係上しばらく携帯電話の1と0のボタンは通じないことがありますが、どうかご了承くださいね。かねちゃん電話通じないよ。こちらもだ。携帯電話はおろか、公衆電話まで通じなくなっている。どうなってんのこの店。あと、盗作の手からビームとか出てなかった？慌てることはありませんよ、牧寺さん。ちょっとした電波妨害です。黙っている分には被害はありません。黙っている分にはって、黙ってなかったらどうなるんでしょう。まあ、強制的に黙ることになるでしょうね。ユキカさんは死人に口なしという言葉を体験したことは？できれば体験したくないです、そういうの。つーか、やばいって。今なんとか電話しようとしたやつ、ゴンニョッと足下から影に飲まれて消えたような。あれ、 C 組のマトーじゃなかったかな。よく気がつきましたね、牧寺さん。すでに3名ほど座ったまま店から消えています。それなんてスイートホーム？今風に言うとゴーストハウス？まあ命に別状はなさそうですが、記憶を上書きされて外に放置というところでしょう。あ、ユキカさん、食欲がないのでしたらそのポークカレーいただけます？なるほど、そういうことか。唐突に思い出したぞ。まさかここがそうだったとはな。なんだよ、怖い顔すんなよ、メカネ。脅かしっこがなしですよ。いや、最近聞いた階段なんだが、何でも一度入ったら出られない喫茶店があるとかないとか。あ、それあれだよね。中に入ると喫茶店のものを自由に使わせてもらえるんだけど、一人でいる限り絶対に出られないっていう。確か新しいお客さんが入ってきたら交代できるんだっけ？それだ。確か東坂城がやけに気にしていた階段だが。何それ、よくある話じゃん。要するに衛兵のことでしょ？交代が来るまで帰れないっていう。今はその東坂さんが衛兵になってしまったようですが。なるほど、そういうからくりですか。ますます放っておけない。実に放っておけないけしからん味の喫茶店です。ではシスターはこの喫茶店を調べに来たのですか？もちろんです。私がただのひたすら同じ注文を取り続けている怪しい客に見えましたか？いえ、そのダメだ、イクチ、いろいろ突っ込んじゃダメだ。で、メガネの姉さんはやっぱ有名なカレーの人なわけ？さて、それはあなた方のご想像にお任せしますが、どうやら私も腰を上げなくてはいけないようですね。あと3杯はいける計算でしたが。ご分を。いずれ来たる我らの千年王国のために。氷室さんも、いずれ来たる千年王国のために。ちゃった、伝票私たちに押し付けていっちゃいましたね、あのお姉さん。年の頃は私たちと同じだけどな。で、カネ、あのかっちょいい姉子と知り合い？うん、同行の主として月に一度連絡を取り合っている。
年末にある怪しい居酒屋のイベントで知り合ったのだが、いらっしゃいませ。空いてる席にどうぞ。さくら、クラブサンドとカレーとキノコのパスタ、アイスティー2つできたから。はい、お疲れ様です。姉さん、いらっしゃいませ。お一人ですか？おかしいです。四季様はどちらでしょうか？え、うわ、メイドさん。新しいアルバイトの方ですか？午後からお手伝いをさせていただいている翡翠と申します。どうぞよろしくお願いします。なんだ、楽しそうじゃないか、あいつら。はい、なんだかんだと仲のいい姉妹ですから。ですがさすがに二人だけというのは辛そうですね。ランチタイムで店も混雑してきましたし。心配にも及ばないんじゃないかな。今接客のプロがやってきたから。今の女か？給仕服とはまた時代錯誤な。まあいい。で、次のお題は？遅いな、いつまで待たせる気なんだ。ん？私に聞いているのかね？そうだな、女性らしさを競うなら休日の過ごし方はどうだろう？土曜なら俺は一日習い事だ。日曜日はずっと寝てる。本当？私も基本朝からずっとゴロゴロしてるけど。なんと、私も用事がなければ休んでおりますが。話にならんな。しかし遅い。メインヒロインの共通点を見つけてしまいましたね。正直あまり見つけたくはありませんでしたが。そういうお前は見たところ真っ当な人間じゃないようだが。午前中は骨董品屋でアルバイトを、午後はフィットネスジムに通い、夕方からはマンハントなど勤しんでいますが、何か？へえ、道理でスタイルいいわけだ。フェイトはいいわね。年上の女の子が多くて、こっちは下手すると私が最年長だからな。下手も何もぶっちぎりで最年長じゃないですか。製造年月800年経過が何をシャーシャーと。ん？あれ？今誰かいなかった？別に。ああ、注文いいか？このユーカリティっていうのとグレープフルーツをそのまま持ってきてくれ。かしこまりました。ナイフはお持ちいたしましょうか？自分のがあるからいらない。他の皆さんは？お飲み物のおかわりなどいかがですか？それではアールグレイをお願いします。バレンシアオレンジ。私はちゃんと切ってきてね、翡翠。私は赤ワインを。かしこまりました、少々お待ちください。おい君、待ちたまえ。追加注文は結構だが、その前にやるべきことがあるだろう。まだこちらの注文が届いていないんだがね。かれこれ20分も待たされ、はい、お呼びですか、リン様？あれ、ねえ、無視された？もしかして今僕無視された？おや、リンが奥に引っ込んでしまいましたね。厨房で何かあったのでしょうか？あ、翡翠がクラブサンドなんて作り始めてる。やば、人死にが出るわよこの店。なんだ、そんなに殺人的なのか、あの求人の料理って。それはもう独守ってあるじゃない、あれと似たような概念武装っていうか。本人は善意で隠し味を入れたがるんだけど、それが別の料理に生まれ変わるというか、ゲシュタルト崩壊を招くというか。面白そうじゃないか、ちょっと見ててみようぜ。失礼いたします。ご注文のクラブサンド追加アラジオライム風味です。ちょ待て、それ私が注文したやつだ。20分前に私が。どうなってるんだこの店は。サービス？いやー悪いなメイドさん。じゃ遠慮なく。はあ、マキちゃん。楓、
吐き出すな。こうなったら一気に食べるんだ。毒ならそのうち裏返る。ウェイター、すぐにバケツ一杯分の塩水を。いや、死ぬ。それは本当に死ぬから。大丈夫。なーに、かえって免疫力がつくぜ、マキちゃん。紅茶を注文したのは失敗だったようですね。私も果物にしておけばよかった。果物なら手を入れようがないものね。で、あー、翡翠がまた次のテーブルにメニューを。人が、メニューが、人が、メニューが、店が。どうなってるんだこの店は。それはこちらのセリフだ。どけ女、ちょっと店長に抗議してくる。お待ちを。気持ちはわかりますが、落ち着いたらどうです。たかだか30分程度の待ち時間、いい大人なら軽く乗らせるでしょう。断る。私はね、この手の店で無視されるのが一番は言い過ぎだから、まあ3番目ぐらいに尺に触るんだ。だいたい君はなんだ。さっきからでかい図体で隣に座って、壁かかき割りかスタチューか、どいてくれないとトイレにも行けないじゃないか。というか、さっきからなぜ君の注文が私の伝票に入っている。美人だからといって気安くおごるほど私は安い男では。小さい。なんと良犬の小さな方でしょう、あなたは。仮にも最強のメインヒロインを決める判定、そう、パリスの審判を任された男性がそのようなことで腹を立ててどうするのです。それでも私が見込んだ男ですか、あなたは。なんだなんだこのデジャブ。君、いやご婦人、やはり以前どこかでお会いしたことが。ありません。全く初対面です。そして今の一言ですっきりしました。ライダー、帰るのですか。はい、お先に失礼します。何やら胸騒ぎがしたもので、このままここにいたらこの世で最も恐ろしいものに出会ってしまうような。お待たせいたしました。ご注文のフィッシュ&チップス、ヨーグルト&マヨネーズ和えでございます。おう、やっと来たか。これでようやく昼食を取れる。バカなやつだ。せっかくライダーってのが気を利かせてお前を見えないようにしてたのに。ああ、なるほど。ライダーは身を挺して彼を隠していたのですね。あの女め、余計なこと。姉さん、そろそろ冷蔵庫が空になるんですけど、予備の食材とかどこにあるかわかります？知らないわよ。私もここ初めてだし。裏に倉庫とかない？倉庫。あからさまに怪しい黒い扉ならあるんですけど、どうしましょう。待って、それなんかマーク書いてない？あります。下に大きな丸があって、その上に3つ小さな丸がポンポンポンと、なんか猫の足跡みたいな。またそれ開けちゃダメ。絶対開けちゃダメ。はい、わかりました。けどそうなると他に倉庫らしきドアは。誰ですかあなたは。さくら、ちょっと何があったの。さくら、翡翠さん、ちょっといいかしら。はい、お呼びですか、凛様。悪いけどお店お願い。
ちょっと奥行ってくるから、いいって言うまで中に入らないでね。かしこまりました。行ってらっしゃいませ、リン様。ドアが一人でに、やば。この飛び道具は黒剣、聖堂教会の代行者。おや、先ほど琴峰神父を受殺した魔術師ですか。確か遠坂凛さんですね。逃げて姉さん、この人とんでもなく強いです。外にいるライダーを呼ばないと。そうしたいのは山々だけど、このドア開きそうにないわ。一体どういうことなのかしらね、シスター。見ず知らずの店に忍び込んで、人の大事な妹を悪趣味な剣で貼り付けにして。何？もしかしてそっちの趣味の人？さあ、破綻者の多い代行者ですから、私もその手の趣味がないとは言えませんが、とりあえず話もせずに死体を作るほど請求ではありません。質問に答えるのでしたら、無抵抗で捕まるという選択肢ぐらいは差し上げますが。そっちこそ、ここでおとなしく消えるなら今の不意打ちは多めに見てあげてもいいわよ。はあ、でも桜にしたことはどうあっても許しはしないけどって。感度くらいじゃ弾かれるか。もちろん、まあこの程度の呪いなら受けても肩こり程度ですけど、この後何が控えているか分かりませんから。面倒です、弾きました。このままおとなしくって、正気ですかあなた。こんな個室で宝石魔術なんて。ええ、魔力量の桁が違うのは一目で分かったわ。まともに戦えば力負けするのは目に見えてるし、ここは部屋ごと手っ取り早く爆破してあげる。姉さん、私がいるんですけど。大丈夫、我慢して。どの道二人ともやられるんだから、ここは運試しと行くわよ、さくら。行ける行ける。私今年はまだ3回ぐらいしか役目が上がってないから、運はまだ残ってると見た。それダメ、使い果たしてます。普通なら使い果たしてます。ストップ、待ちなさい。この特攻ギャンブル声優じゃなくて魔術師。まったく。はい、さくらさんは解放しますから、その厄介な宝石をしまいなさい。自爆なんてされたら、せっかくの潜入調査が台無しじゃないですか。あ、どうもありがとうございます、代行者さん。シエルです。お怪我はありませんか？立場上謝罪はできませんが、治療ぐらいは行いますよ。お構いなく。さくら、こっち。あ、はい。そいつちょっと本気で人間離れしてるわよ。外にいる神祖といい勝負だわ。で、何が目的なの、あなた。まさか綺麗なあだ討ちなんて話じゃないわよね。琴峰神父、今日はお休みでしたからね。任務外で死んだ人についてとやかく言っても始まりません。私は別件で動いているだけです。そういうあなたもこの喫茶店の調査に来たようですが。そうよ、大橋の近くに変な喫茶店ができたって聞いて調べに来たの。なんでもあったりなかったりする不思議な店だって。そんなの聞いたら冬木の管理人として見過ごせないでしょ。それとゼルレッチの弟子としてもでしょ。どうやら全部お見通しみたいね、シエルさん。ええ、それでどうでしょう。先ほどのような暴挙に出られても困りますし、協力するというのは。協力？代行者であるあなたと？信頼度ゼロなのに。あら、信頼ならしてますよ。ほら、私たちキャラ的に似ていますし、他人の気がしないというか、いつも説明役でなぜか色物扱いされて、美味しいところを金髪ヒロインに持っていかれるというか、まあズバリフェイトにおける永遠のナンバー2なわけですよね。遠坂さんはメガネもかけるし。失礼ね、一緒にしないで。
あなたとそっくりなのはむしろさくらでしょ。胸も必要に大きいし、汚れ専門だし。はい、今です。シエルさん、やっちゃってください。え、何？さくら、冗談は。もうシエルさんがやらないなら私が、この困った姉さんに鉄槌を下します。せーの、このおへそから持っていかれる感覚、まさかルビアさん直伝脳天直下バックドロップって。それはやめて。休養を思い出したって裏口から帰っちゃって、なので私が店長代理です。そうですか。ではカウンターをお願いします。私は店内の清掃いたしますので。よろしくお願いします。何でしょう、ここも散らかっています。店内の掃除が終わり次第こちらも整理するとしましょう。まずはロッカーからモップです。痛いから、どう見てもとどめだから。このままだと本気で死ぬから。俺はあの女にナイフさばきで負けて。四季様、お気づきになら、違う、あなた、ああおはよう翡翠、本当に助かったよ。あと少し目覚めるのが遅かったら、危うくあいつに戻っていたところだ。ナナヤ様、なぜ今頃になって。いや、おかしな女にたぶらかされてね。せっかくだから乗ってやったわけさ。しかし今頃になってとは釣れないな翡翠。そもそも当の式になる前、俺を外に連れ出したのは君じゃないか。またあの頃のように仲良くしてはくれないのかい。おやめください、やめて、ナナヤ。そんなに固くなるのよ。琥珀や秋葉はともかく、翡翠を怖がらせる気はないんだ。俺としてはあるまじきことだが、君を殺す気だけは湧かなくてね。本気の恋なんてガキみたいで格好が悪いだろ。四季様、いいじゃないか。どうせ俺は幻だ。半日もすれば跡形もなく消え去る。それまでは好きに現世とやらを楽しませてくれ。悪くない内装ね。店の品位にはあまり期待していなかったのだけれど、これなら純粋にお茶を楽しんであげてもいいわ。私は嫌よ、こんな人間だらけのところ。早くメドゥーサを連れて神殿に帰るんだから。それってあのダメドゥーサはと。見当たらないわね。確かにあの子の気配がしたのだけど、どこかに隠れていないかしら。エウリアレ、いない。
どこにもいないわ。あのデカブツが隠れてもすぐにわかるし、一足違いで逃げられたようね。まあ困った子、いくつになっても落ち着きがないのだから。これはますますしつけを厳しくしなくては。ほんと、あんなにそやに育っちゃうなんて、同じ女神として恥ずかしいわ。次は丸一日レムノスの火山に閉じ込めて、あの無駄に大きな体を少しはスリムに。あれ、ねえ、ちょっとあれを見て、ステンの。もう人を指さすのははしたないわよ、エウリアレ。って、まあ、よくない？ねえ、よくない？悪くはないわね。それに、あの子の気配も残っているし、からかいがいのありそうな殿方だわ。久しぶりに、やっとく？もちろん。女神としての務めです。淡くもろく、むごくひそやかに、その人生を貶としめてあげましょう。実力行使なしで優劣を決めるのって難しいな。二人ともなんか題材はないの？そうですね、いっそのこと陣取りゲームで指揮官としての資格を競い合うのはどうでしょう。それは軍人としての優劣であって、アイドルの魅力じゃないだろう。そこでライダーに逃げられてつまんなそうにしてるあんた、なんかないのか？見当違いな言いがかりだな。私は普段通りだ。いや、一人に慣れてようやく落ち着いたと言うべきか。元来何事も一人でこなしてきた人間でね、コンビというのはどうも調子が狂う。そうなのですか？あなたは何というか、一人で引きこもっているより誰かといる時の方が異彩を感じるのですが。勝手な憶測はやめてほしいね。ところで次のお題だが、それぞれが理想とするシナリオ展開を語り合うというのはどうかな。自分がヒロインである物語を想像しろということですか？夢見ろ乙女力を測ろうって趣旨か。うん、いいじゃない、なんか面白そうだし。いいけど、規定はどうする？原稿用紙1000枚程度か、それとも2クールぐらいか。いや、いっそ劇団演劇風ってのもいいかもな。それにしてもこの両儀式ノリノリである。とりあえず簡単な概要を話し合うだけで試金石にはなるだろう。原稿用紙1枚以内で。お客様、相席よろしいでしょうか？いや、悪いが私はテーブルを貸し切っているはずだ。見も知らずの他人と相席するの。あら、困っている女性を無下にするなんて、紳士としてどうなのでしょう。遠くから振る舞いを拝見させていただいて、さぞ名のある家のご子息だと思いましたのに。私どもの見誤りなのかしら、ミスター？いいえ、ステンの、間違ってもそんなことはありえないわ。だって5人用のテーブルを1人で使ってらっしゃる方ですもの。心も広いに決まっているわね。え、そうでしょ、素敵なミスター。昔はどうあれ、女性に恥をかかせるようなヘタレっぷりからは卒業したわよね。なんだと。待て君たち、やはりどこかで。ほほう、あれが逆難というやつですね。初めて見ました。そうかしら。あれはどっちかっていうと、ほら、蛇とか雲の類だな。さっきの女がレベル1なら、今度のはレベル50くらいだ。まあ、お近づきの印にご馳走してくださるなんて。私はステンナと申します。そこの給仕さん、この店で一番上等なお茶とお菓子を並べてくださる？花畑のように美しくね。かしこまりました。そうね、こんな店の料理なんて口にする気もないけど、
見かけぐらいは華やかでないと。私はエウリアレ、可愛がってくださる？ミスター。ちょ待て、いつの間に両脇に座っている。おい君、待ちたまえ。席なんて他に山ほど空いてるだろう。な、ありゃもう逃げられないぞあいつ。まああれはあれで楽しそうだし、いいんじゃない。楽しいのは彼女たちだけのような気もしますが。ここがあの男のハウスね。私との契約を放っておいて何をしているんだか。こんなところで働く暇があるなら少しは私の役に立ってほしいものだけど。そうは言うが、なかなか勤勉のようだぞ、ムマ。この店がここまで繁盛しているのは珍しい。今日はいろいろと珍客が多いようだ。いらっしゃいませ。って、2メートル近い黒コートの男の人と真っ白なワンピースコートの女の子の組み合わせ、妖怪人間じゃなくてきっと親子だよね。ベムじゃなくて、お二人ですか？いや、客はこのムマだけだ。店長は不在かね？はい、一応今は私が店長代理なんですけど、なんかなし崩し的に気がついたらなんですけど。そうか、では変わろう。お嬢さん、ここの店長とは古い付き合いだ。店のことも多少は心得ている。え、いいんですか？料理も333のアシスタントがいるのでな、混雑にも対応しよう。好きなテーブルで休んでいるがいい。後ほど迷惑をかけた礼をしよう。ありがとうございます。優しいのね、おじさま。いつもなら頭から丸かじりなのに。うぬけたわけではないが、知っての通り残忍な部分が何者かにごっそりスカウトされてな。現在は半身だ。ここにいるのは善良なネロカオスというわけ？そうね、あなたは神父と違って義には義で答えるところがあったし、質問には答えるし、本気で教授気質だったのね。私は店の様子を見る。お前は好きにするがいい。言われなくても、あのサクラって子についていくわ。そこで盗賊から身を守るため村人たちは傭兵を雇うのです。彼らは訳あって王宮を追われた高潔な騎士たちでして、名誉もなく報酬もなく、村人たちのために一命を投げ打って盗賊たちと戦います。ですがやはり7人対10億人では無理があったというか、一人また一人と剣を折られ、まあ最終的には盗賊たちなど一人残らず全滅させますが、かくして騎士たちも去り、最後に勝ったのは村人たちだったと。どうでしょう、このシナリオは。派手さが足りないかな。その盗賊たち、バイクとかで武装してるの？失礼な。それでは時代交渉がなっていません。せいぜい火炎瓶や巨像、仮面をかぶった忍者程度です。何それ、どこのペルシャ軍？そもそも火炎瓶って時代的にいいの？魔術と言い張ればオッケーらしいね。錬金術の走りということにしておけばいい。まあセイバーらしい質実剛健な話だったな。バカ女は？私のはシンプルよ。何の権力もないニューヨークの平刑事がひょんなことから国家転覆を企むテロ組織に狙われることになって、奥さんとの不倫問題とかに悩みながらも2時間ずっと走りっぱなしで、最後は橋とか爆破しながら恋人と抱き合ってカメラが銀河系までパンして終わりみたいな。アルクウェイド、あなたの原稿ですが、ストーリーとは関係なく、喫茶店を爆破、車を爆破、
船を爆破、警察署を爆破、ホワイトハウス変形、地球マップ2つとおかしなト書きが挟まっているのですが。え？それが本編だけど？むしろそれ以外の説明とか、ただスポンサーを騙すだけのうんちくよ。映画って基本それだけのギミックで構成されるものよ。お前本当に吸血鬼か？爆弾魔なんじゃないか？そういう料理は？なんか何枚も書き直してたけど。俺のは日常を描いただけだよ。お前らみたいに血生臭い話じゃない。陸の孤島と化した洋館で起きる惨劇、空間時間動機、三つの不可能に縛られた三重密室、遭難した日本舞踊研究会に迫る応札の魔の手、百年の過去から蘇る村人首すり替えの伝承とは、侍名探偵の妖刀が今宵もトリックもろとも容疑者を一刀両断。ずいぶんただれた日常ね。三重密室。侍名探偵。なんだよ、これぐらいやらないと今時のやつはミステリー読まないんだよ。文句あるか。いや、容疑者を一刀両断するのはまずいでしょ。まずいかな。これが答えでござるとか言ってトリックを明かした瞬間、ザバーッと真っ二つにするんだが。どうせ力ずくで解決するなら館ごと爆破した方がいいじゃない。こう館ごとを一文字に、中の人みんな真っ二つだけど、侍ならそれぐらいやんないと。ああ、それでしたら犯人はグループでないと。嵐の館を取り囲む数万の殺人犯とかどうでしょう。こう館の中でバリケードを張りながら推理したり、仲間内を疑い合ったり。それはいけてない？なんかいけてない？どうせならもう日本語と沈没させるのは？アリバイ工作のために日本語と死体爆破とは新しいな。誰も成し得なかった完全犯罪だ。下手すると今年のこのミスに選ばれるかも。あなたたち、それただのテロ小説よ。そうだな。とてもアイドル云々の台本じゃない。あら、最近のアイドルはロボットぐらいは乗りこなすようだけど。そういうあなたたちは？レンはどういうのが好きなのよ。私は、そうね、ハーレクイーンロマンスなら考えてあげないこともないわ。私たちは望まれればどんな物語にも応えるけれど。そうね、デュラスとか好きよ。あの、デュラスって何ですか？マルグリット・デュラス、乱暴に言うとレズ文学というやつだ。ネロ？なんでカウンターにいるのよあなた。店長代理だ。ちなみに小説ではないが、映像で言うのなら地球大気候は素晴らしいと思うが。はいはい。さくらは？私はちょっと昔のコバルト文庫とか、皆さんに比べると面白みないですね。それでいいんだ。まったく、ようやくまともなサンプルが出てきたな。言っておくが、君たちの趣味趣向はアイドルとしては論外だ。児童文学から出直したまえ。しかしよく無事だったな、さくら。カウンターにいるあの男、明らかに人間じゃないぞ。コートの下、裸だし。そこ、誤解を招く表現は禁止だ。いえ、大丈夫でしたよ。親切な方でしたし、あれぐらいのドロドロ、おじい様に比べたらしっかりしているというか。やっぱり虫より動物です。アニモーです。動物系かっこいい。ウェイター、彼女にコーヒーを。お待たせいたしました。店長からの気持ちでございます。あ、はい。マスターにお礼を言っておいてください。いえいえ、お嬢さんのような可愛らしくふくよかな女性に褒めていただけるなど、あの店長には過ぎたもの。どうぞ。
これは私からケーキのサービスです。ありがとうございます。バカじゃないの。何ところかまず愛想を振りまいてるのかしら、ここの店員は。おや、これはこれは、誰かと思えば引きこもりがちなご主人様。今日はどのようなご用件で。お茶会の真似事なら人の夢の中でいくらでも用意できるだろうに。たまたま気が向いただけよ。別にあなたに会いに来たわけじゃないわ。私こう見えても忙しいんだから。最近は余分な使い魔と契約したおかげで悪夢を集める量が倍になってるのよ。ああなるほど、それは申し訳ない。しかしそれを押してわざわざ雪原から出てくるとはよほどの用事があったと見える。こんなところに立ち寄ってる暇はないんじゃないか。 うるさいわね。用事ならもう済ませたわ。あなたこそ何よ、四季が気絶している間だけ乗り移って本物気取りってわけ。ほんと惨めね。私の力を借りないと形になれないくせに、ふわふわしてるからそんな半端なことしかできないのよ。どうせ四季が目を覚ましたら消えるんでしょ。そうなる前に帰ってくるって言うなら、今までの勝手は水に流してあげてもいいけど。いやいや、魅力的な提案だが、こちらはこちらで面白いことになっているんでね。もうしばらく様子を見させてもらうさ。それでは失礼します。ごゆっくりお客様。ちょっと待ちなさい、ナナヤ。なんていうか、ものすごいツンデレ率ね。ええ、タイプムーンの全ツンデレが集結していると見て間違いないわ。いいじゃないか、君たちも見習うべきだな。気難しい猫に懐かれるというのは古来からの王道だぞ。ツンデレは今時の流行りじゃないのかね。それはどうでしょう。ツンデレという言葉自体は発明ですが、その手のキャラは2000年近く前から存在していますからね。流行というより単に分かりやすくなっただけなのでは。それはあるな。じゃあ人類最古のツンデレって誰だ。私が知るか。だがまあ、スーパーツンデレ対戦があったら間違いなくラスボスだな。個人的には明日の矢吹のお嬢様とか最強だと思うけど。あのお嬢ちょっとシャレにならないぐらいツンよ。デレなんて最後の一瞬だけだけど、それがまたすごいデレというか。しかし先ほどから気になっているのですが、後ろのテーブルがものすごいことになっていませんか。お待たせしました。白亜紀は爬虫綱カメ目アルケロンのスープ、同じく白亜紀は竜脚種アンペロサウルスのレバーとトマトのカルパッチョ、新生代は胸腸類ディアトリマのブラックペッパーデカ手羽先でございます。あら来たのね。それではアウロフィゼターの刺身とジャイアントバイソンのサイコロステーキは下げていただいて結構よ。ああ、また珍しい料理が並んだわね。アルケロンの卵なんて初めて見たわ私。きっととても想像を絶するほどまっついのでしょうね。ええ、名前だけの偽物かと思ったけど、この力強さは本物だわ。やっぱり太古の生き物はスケールが違うわね。素敵。ああ、いくら私でもあれは食べられない。この店は一体どうなっているのです。教授、いくらマスターになったからってこんな文字通り身を削る思いをしてメニューを出すなって。ほろり。ああ、もういい加減にしたまえ。先ほどから一口も食べないで次から次へと注文ばかり。君たちが食べたいと言うから注文してやったのに、これでは私の神経が持たん。食べ物を粗末にするな。あら、てっきり裕福な家の生まれだと思ったのですけど、もしかして苦労人ですの。いいことミスター。
食事というものは舌よりまず目で味わうもの。真の奇人は目を肥やすだけで胸が膨れるものですのよ。いつの時代の話だそれは。もういい、注文はここまでだ。これ以上私のテーブルで恐竜大気候を再現する気はない。まあ残念。それじゃあ、はい、これ今までの伝票ね。合計一十百千十万百万。なんだこれは。一体何があったこの30分で。どれどれ。ああ、確かにそれぐらいになるんじゃない。だって絶滅種のフルコースよ。儲ける気のない教授だからこの程度だけど。それはそうだが、バカらしい。おい君たち、この注文分の払いは。あら、レディーにお金の無心をするというの。なんてひどい殿方なのかしら。無一文の私たちにお金を払えだなんて。無一文だと。ええ、人の世の衣食住などすべて殿方からの貢ぎ物。私たちはただ愛されるだけの女神ですもの。紙幣などといった指が汚れるような紙切れは持ちませんわ。それに支払いは殿方の解消、経済力の見せ所でしょ。それとも何、一度好きに頼みたまえと言っておいて、いざ金額を見たら保護になさるの。しかしだね、私も手持ちがないのだが。ご心配には及びませんわ、ミスター。お金が足りないのなら、懇意にしている金融屋を紹介しましょう。トイチがいいかしら。ダメよ、エウリュアル。トイチは美しくないわ。シンメトリーじゃないでしょ。じゃあ、11ね。1日1割。うん、これならバランスがいいわ。悪魔か、お前たちは。クソ、なんだって私がこんな目に。あら、だってあなたうちの妹で楽しんだのでしょ。ふさわしい代価をいただかないと。そうそう、あの子をはべっていたんだから、この程度当然よね。あんな大女知るものか。人のことを小さいだのなんだろう、むしろ私が迷惑料をもらいたいぐらいだったがね。何か気に障るようなことを言ったかな。ええ、あなたにあの子の何がわかるというのですか。あ、いや、だからわからないと言ってるのだが。わかりなさい、小さいわね、本当。ああもう、あんたなんかにメドゥーサはもったいないわ。あの子が気に入ったようだからからかってあげたのに、身の程を知りなさい。下姉様、メクリツキック。その中キックキャノン。本当、あの子ったら男を見る目が全然ないんだから。上姉様、めくりチンパンチ。左右同時攻撃。待て、なんだこのドラマティックバトル。なんと、めくりに次ぐめくり。イエーイ、コンボになるコンボ。危ない、ぶつかります。ここでアクセル全開、ギリシャ人を右に。お見事です。私と姉さんもカクヤという素晴らしいコンビネーションでした。ええ、声援ありがとうございました。そしてミスター、これに懲りたら二度と先ほどのような発言はしないことね。あの子をなじっていいのは私たちだけよ。ふん、一緒にされないだけ感謝することね。行きましょう、ステンノ。早くあの子を探さないと。ええ、大女と蔑まれてさぞ昇進していることでしょうから。そんな美味しいシチュエーションを逃すのはもったいないわ。そしてしっかり伝票は置いていく。さすがはギリシャの古代史。
あのライダーをして震え上がらせるとは、こういうことだったのです。ちょっと待ちなさい、ナナヤ。いない。他に出口はないようだけど。何よ、あのあからさまに頭の悪い黒いドアは。人の気配を感じるな。で、脅かさないで。どうやらここが主悪の根源というわけか。何、あのドアのことはあなたも知らないの？以前来た時にはなかったものだ。あの殺人鬼は中に入っていったようだが。仕方ないわね。気は乗らないけど早く追いつかないと。万が一？まあ別に私はどうでもいいんだけど。もし七夜が死にそうになっていたら、ほら、知り合いのよしみで助けてあげてもいいかなって。ほう、これがかのツンデレというやつか。なるほど、分かっていても聞くな。何がよ。私は単にボスキャラとしての地位を固めてるだけよ。あんなやつでも貴重な戦力だから連れ戻しに来てるだけじゃない。うん、より詳しく知りたい方はメルティブラッドバージョン B を購入すると良い。ここまでたどり着いたな、ツンデレ。ようこそお待ちしておりましたよ。ブサイク猫、それもあんなにたくさん。ここはまさか。そう、偉大なる猫が見る夢の世界、グレートキャッツビレッジ。そこに住む猫精霊たちの頂点に立つのがここにいる猫ども。言うなればエリート中のエリート、未来の地球を背負って立つセレブキャットたちよ。またの名を。まさかあれが。知っているの、おじさま。我ら使徒27祖とは別に、太古から活動していた謎のクリーチャーアライアンス、その名も高き猫27キャット。さすがはネロ教授、話が早いや。どうよ、今なら仲間に入れてやってもいいですよ。あと24席ぐらい空いてるからにゃ。今なら無条件で4位だぜ、教授。いや、しかし私は。バカじゃないの？ねえ、バカじゃないの？おい、そこのツンデレ、お探しのナナヤッチもあたしらと手を組んでいると言ったらどうする？なかなか迷いどころだと思うのにゃが。どうするもこうするもないわ。あなたたちを一掃した後、この私を、こんな馬鹿げた連中と計りにかけたあのダメ使い魔をギッタンギッタンにするだけよ。まっ全く話になりません。誰だ誰だ、ナナヤッチさえ引き入れればあのツンデレも味方につくって言ったのは。うん、まあ、特に誰も。そっか、じゃあどうする。あのツンデレ結構手強いですよ。にゃにゃにゃ、それはリアクトまでの話。バージョン B でプレイヤーキャラになり下がった白蓮など、メルブラの中では一番の小物。ぶっちゃけあたしらでもなんとかなる相手だぜ。ボスから最弱キャラという悲しいルテ、普通のレンの方が強いしな。そりゃあ路地裏同盟に拾われる始末ですね。ちょっとじゃない、一匹残らず三味線にしてあげる。謝っても許さないわ。待て、
あの白蓮、ボスカラ仕様にチェンジ可能っぽいぞ。蘇る悪夢、あの分身しながら走ってくる技の詐欺臭さといったらジャイアントアキハですら瞬殺です。まさにワルツアーズワイト。来たね。あたしらも PC 版では強かったんだぞ。永久コンボとかあったしな。はーい、みんな3回3回切れた白猫が突っ込んでくるぞ。そこまでです。空から、ついに見つけましたよ、27キャット。はっ、あれ、手元狂いました？ネロ、 なんてことをするのよバカ。このネロはいいネロなのに。鬼、悪魔、また店長がいなくなったじゃない。あのいいネロってどんなネロ？チャンス！俺のターン！強制送還カード発動！場に放置されたカレとツンデレは、出来がいい追放だぜ！3時を過ぎたら静かになったね。さっきまで店の奥からニャーニャー鳴き声が聞こえてたけど、裏路地に猫のたまり場でもあるんじゃない？面白そうだから後で見に行ってみようぜ、ゆきっち。あ、おい、そこの店員さん、お水おかわり。はいはい、元気があっていいわね。そっちの人は？グラスからだけど。ああ頼む。それとメニューを持ってきてくれないか。いいけど。何ノートなんて広げて、こんな店で勉強会？ああ、どうせだから閉店までいようということになってな。本当は図書館に行く予定だったんですけどね。いいじゃん、もうクーラー効いてればどこでも。イムロがおごってくれるって言うし、慣れればこのキテレツの店も。どうしたマキ、今度は何だ？いいから、キムロは水を飲め、ユキカは飲むな。ん？なんだ一体、ここの水は関心なことに天然水を使っているのか？ギョッゴー、ちょ、水がカレーになってるぞ。こんな飲めるか。失礼な、カレーは立派な飲み物です。あれ、さっきのシスターさんですか？どうしてコック服？ああ、まあいろいろありまして、今は私が店長代理と言いますか、次の生贄が来るまで逃げられないと言いますか。しかしキリがないな。まともな話し合いじゃどっちが上かなんて決まらないんじゃないか。不思議ですね。半日近く討論し合って全く優劣がつかないとは。そうよね。逆に話せば話すほど親近感が湧いてくるような。それは君、ダメヒロインとしての親近感だろ。まったくだ、こちらとしても予想外だよ。欠けた部分があまりにも大きすぎて、まとめてみたらピタッとはまったようなものか。いい加減ガチで戦ってもらわないと逆効果になりそうだが。ん？どうしたウェイター、顔色が悪いが。最強かっこ最も怖い存在が、最強かっこ最もまがまがしい存在を引き連れてやってきた。では業務に戻ります。しばらく奥にいますので、ご用はあちらのメイドにお申し付けください。シュバーン！あ、逃げた。ゲッチャ以来のアーネエルベですね、秋葉様。あの頃に比べたら随分と賑わっているようですが、翡翠ちゃんは…あー、いたいた。我が妹ながら、なんて可愛らしい給仕姿でしょう。100点、100点です。
琥珀、遊びに来たのではなくてよ。どう、ここで当たり？はい、襟元に仕掛けた発信機はここで途切れたようですから。わかりました。では、出てきなさい兄さん。またすごいのが来たな。誰だあれ？あ、妹だ。琥珀まで連れてきちゃって。そっか、いつもならしき一旦家に帰ってる時間だもんね。妹？彼女はあなたの妹なのですか？そうだけど。あれ、そんなに不思議？別におかしくないでしょ。そんなのおかしいです。私とあなたが肉親だなんて、ペンギンが空を飛ぶほどありえません。あ、やっほー、元気？とりあえず隣座る？結構です。用事さえ済ませばすぐに帰りますから。アルクエイドさん、あなたがいるということは間違いなく兄さんはここにいますね。それはどうかしら。確かにシキと待ち合わせしてたんだけど、肝心のシキがまだ来てないのよ。これが白々しい。琥珀、兄さん探知機を見せてあげなさい。はい、どうぞ。アルクエイド様、こちらの光点がシキさんに仕掛けた発信機で、これが私たちの位置なわけですが、どういうことか見事に重なり合っちゃってます。なんで疑問符をつけるのよあなたは。とにかくあなたが兄さんを誘い出してそのまま隠してたのは明白です。おとなしく出しなさい。だから冤罪だってば。ねえセイバー両義、ちょっと言ってやってよ。私はまだシキに会ってもいないって。あ、他に人がいた。これは失礼をいたしました。琥珀。はい、はじめまして皆さん。申し遅れましたが、こちらの方はシキさんの妹君であらせられる当のアキハ様です。よろしくお願いします。それでアルクエイドさん、こちらの方々は？セイバーです。アルクエイドとは今日この店で知り合いました。両儀式だ、右に同じ。あ、これはご丁寧に。両儀？琥珀、両儀って言ったら？ああ、ちょっとまずいですね。アキハ様とは天敵ですね。でもこちらの式さんは家柄のことは気にしない方っぽいですよ。ああ、やるって言うなら相手になるけど、こっちから仕掛ける気はないよ。俺のことは気にしなくていい。それはどうも。こちらもむやみにあなた方と争う気はありませんから。しかし襟元に発信機というのは穏やかではありませんね。アキハとシキは兄弟なのでしょ。なぜそんなことを？まあ俺も人のことは言えないが、そもそも人権的にどうなんだそれ。問題ありません。もしものための保険です。落とし物をした時、名前を書いていないと届けてもらえないでしょ。それと似たようなものですが、何か？さすがです、アキハ様。初対面の方の前であろうと微塵も崩れない尊大さとか、もう最高。いくらなんでもそれはやりすぎなんじゃない？あら、トーヌのしきたりに関して部外者の方に意見などしてほしくありませんけど、それとも人間外であるあなたが人間らしい道徳を問うのですか？発信機はやりすぎだと？え？いや、そっちは別にいいんじゃない？携帯電話みたいなものでしょ？また随分とシークレットな携帯電話ですね。やるわね。その切り返しは予想外だわ。そっか、そうやって言い返せば兄さんも納得するわよね。なあ、この二人本当は仲良しなんじゃないのか？とにかく発信機がいいというのなら、他に何が問題だというのです？だからシキは妹のお兄さんである前に私の恋人じゃない。自由時間を奪うのは許せないの。
この泥棒猫、イケシャーシャーとよくも。アキハ様、落ち着いて。ここで怒ったら負けですよ。アルクエイドさんには力で押しても勝てません。同じぐらい天然になるんです。天然に。まあそんなアキハ様はもうアキハ様ではありませんが、こう嫉妬に狂ってこそ鬼女の末裔と言いましょうか。お黙りなさい、この元祖泥棒猫。にゃー。いえ、うん、お言葉ですが、私は兄さんをそこまで拘束してはいません。確かに休日の午前中は兄さんの時間です。あなたとこうして食事をすることにだって文句はありません。ですが、そんな甘い時間は午前中まで。遠野家長男として午後には山ほどスケジュールが詰まっているんです。まあちょっとした雑務なんですけどね。秋葉様一人でこなすのが寂しいだけなんですよ。これが本当のところ、四季さんがいらっしゃると秋葉様の能率が落ちるので、私としては今の状況の方が楽でいいんですけどね。琥珀、あなたはどっちの味方なのかしら。え、いやですね、秋葉様、そんなの言うまでもないじゃないですか。視線をそらしてますね。思いっきり外を見てますね。だから私の目を見てはっきりと言いなさい。アルクエイドさんと私、一体どっちの味方なのかしら。はい、それはもちろん四季さんの味方です。そんなひまわりみたいな笑顔で言われたら、どう見ても私が悪人じゃない。相変わらず目ぎつねなんだから。とんでもない、秋葉様が悪人だなんて言ったら、ほら私なんて。ねえ。はい、姉さんを真っ黒です。未遂？あなたここでアルバイトしているんだったっけ。よかった、あなたがいたのなら話は早いわ。兄さんはどこ？アルクエイドさんが今日はまだ会っていないとおかしなこと言っているんだけど。残念ながら事実です、アキア様。四季様はいらっしゃることはいらっしゃるのですが、その中身がちょっと。え？それはどういう？そうなのよ、貧血がひどい時とかたまにおかしなこと口にするんだけど、今日はなんていうか、いえ、ついにというか。ちょ、やめてください。なんで泣き出すんですか、あなたは。そうですね、私たちは当の四季という人物をよく知りませんが、先ほどからウェイターをしていた彼は、そのやけに犯罪者スレスレというか。犯罪者って。そうだな、俺も作風柄おかしなやつをそれなりに見てきたけど、ああなったら人間おしまいというか、かける言葉が見つからないというか。そうか、脳の病だったのか、あいつ。ちょ、そんな嘘でしょ、あなたたち。ええ、黙って聞いていれば人聞きの悪い。人権侵害にも程がある。あれ？はい、その通り嘘ですが。兄さん？じゃなくて、あなたは。そう、証拠りもなく私の前に現れたのね、七屋敷。あ、ひゃー、しまった。確かに今回の七屋さんは微妙に芸風が違いますね。いつもならこう。なんだ、今日は自分から教わりに来たのかい。随分とはしたなくなったな、秋葉。ぐらいのエロ返しはするんですけどね。ゆか、どんなキャラなんだよ、ナナヤってのは。どんなキャラかなど関係ありません。兄さんの姿を真似るばかりか、ついに体まで乗っ取るなんて。今日こそ、魂ごと焼き尽くすのみです。焼き方に好みがあるなら聞いてあげてもよくてよ。ミディアム？レア？それとも消し済みがいいかしら。アキハ様、そこはウェルダン、最後はウェルダンです、普通。は、何を言い出すかと思えば、隠れていたのはあくまでこの後にある決戦のため。
別にお前を恐れて隠れていたわけでは、わけでは。あれ、あら、どういうことかしら。威勢がいいのは結構ですけど、膝が震えていてよ、殺人鬼さん。バカな、どういうことだ。秋葉相手なら七谷の方が性能上だろ。バージョン B ならイーブンだ、だというのに、これは一体どういうことだ。もうダメですよ七谷さん。いつもの一夜限りの幻であるあなたならいざ知らず、今は四季さんの体に現れているんです。精神はあなたでも、肉体は四季さんのもの。つまり、まさか恐怖よ。肉体が妹の恐怖を覚えているのよ。もうあなたは黙っていてください。そんな、初期アクトカデンツァにおけるノーマルアキアの鬼性能をまだこの指が覚えていたのか。そういうこと。覚悟はよろしくて兄さん。さあ逃げてごらんなさい。あ、バックダッシュの無敵時間まで短くなってる。説明いたします。メルティブラッドアクトカデンツァ初期、七谷四季のバックステップ2段目には長い無敵時間があったのですが、現在では封印され、かつての強キャラとしての地位は見る影もなくなっているのです。ちなみに秋葉様は、あらゆる技が強すぎる、いくらなんでも硬すぎる、ない胸だから硬いんだよなどなど、いろいろ調整を受けて弱体化いたしましたが、変わらず A ランクの強さを保っております。捕まえた。遺言はありますか。今なら聞いて差し上げますよ。いや、まあなんだ、発信機は正直どうかと思う。ご忠告どうも。さて、前回は平手でしたが、今回はグーで行ってみようかしら。いや、女性としてそれはどうかと。顔じゃなくてボディですか。というわけなんだ。変な猫と修道服を着た女の子に脅されて、気がついたらこんなことに。あの黒い扉にそんな秘密が。それではリン様やネロ様も。話を聞く分には彼と同じような脅迫を受けたのでしょう。あ、そういえばシキ、あなたも店長をしていましたが。あ、うん、そういえばそんなこともあったけど。この人下手、ごまかしたり嘘つくのすっごく下手です。結構です、話は大体わかりました。とにかくその猫たちが怪しげな計画を立てていて、兄さんはそのとばっちりを受けたと。まったく、本当に許せないわね。そうね、ただじゃ済まさないわねえ妹。ちょっと本気で協力してみよっか。ええ、構わなくてよアルクエイドさん。あなたが言い出さなかったら私から提案していたところです。まあ、あんなに仲の悪いお二人がこんなに仲良く。そうかな、仲がいいっていうのはこう、もっとさ。いいんです、細かいことは。大切なのはあの秋葉様が自分から手を差し出そうとしたところですから。細かい事情は分かりませんが、その精霊たちが凛をさらったというのなら見逃してはおけません。あ、いえ、あのセーバーさん、姉さんはですね、あの、その、やっぱりこっちの方が手っ取り早いか。あいつらの言いなりになってたら一生脅迫されそうだし、全滅させてあの携帯電話を破壊しよう。行くわよみんな、いざ謎に包まれた厨房へ。おう、おう。ようやくまとまったか。しかし、なんだな、立場がとことん逆というか、事情を知っている私でも強盗団にしか見えないぞ、あれ。
ようやく来たわね、鈍感さんたち。ついさっき秋葉にぶん殴られて弱った七谷は回収したし、もう用はないんだけど、どうしてもって言うなら手助けしてあげてもよくてよ。そうですね、このドアの向こうにはおびただしい数の奴らがいます。正直一匹一匹はチワワと同レベルですが、それが万億となると油断はできません。教会の代行者としては許されないことですが、今回だけはあなたに協力してあげましょう、アルクエイド。ふーん、あれが黒いドアね。みんな準備はいい？ええ。何やらどうでもいい脇役が見えましたが、気のせいでした。無視なの？あの、思ったのですが、無理に退治することはないのではないでしょうか。開けるのではなく閉じる、扉にトタンを打ちつけてもう開かないようにしてしまうというのは。ああ、まあ確かに無理して危ない目に遭うよりはそっちの方がいいのかもしれないけど。って、琥珀さん何を。いいえ、何を甘いこと。奴らは憎き化け猫です。私が唯一苦手とする同タイプのトリックスターです。せっかくこれだけのオールスターが揃っているんですから、景気よく一掃してしまいましょう。はい、そんなわけで、えい、開けちゃえ。あれがグレートキャッツビレッジって。よし、行くよ。エクスカリバー。こんなもんか。セクシー編成セブン、ルートエディンバラディスラー。水流ご奉仕推奨派。キャー、泣き払い。進入進入、聞こえるか、平行世界の私。今ライブで大ピンチ。地獄が溢れ出しやがった。助けてー。こいつは消し済みだぜ。おー、夢が覚めていくにゃ。ちょっと、ここはもうダメにゃ。なんとかしてくれ、ソード。あ、通信切れなかった。やっぱり裏切りましたよ、あのシスター。まあ時間の問題だったからにゃ。いやー、助けて。敵が強すぎて猫がミケに見えない。ニャンカ、ウジガナナ、ミケガさん、繰り返す、ウジガナナ、ミケガさん。それが答えでござる。それじゃあ俺たちはこれで。今日は約束を不意にしてごめんな、アルケイド。兄さん、そんな人に謝る必要はありません。今回だってアルケイドさんと会わなければあんな目には合わなかったんですよ。大変お世話になりました。岬町にお寄りの際はぜひ当家にお越しください。それでは皆さん、またどこかで会いましょう。差し当たっては闘技場とか。あいつだって、なんかお昼からの記憶がないんだけど。なんかあったの、さくら。いえ、何もありませんよ、姉さん。さ、先輩が待ってますし、私たちも帰りましょう。いまいち釈然としないわね。特に後頭部のあたりが。まあいいか。それじゃあセーバー、お先にね。最後の後始末は私たちってこと？仕方ないでしょ。一番多く猫たちを倒したのは我々なんですから。まさかあの猫精霊たちを倒せば倒すほどこの店に縛り付けられるシステムだったとは。全くだ、
最後の最後まで迷惑かけやがって、あの猫ども。今度見かけたら。いらっしゃいませ。いらっしゃい。お一人ですか？ええ、カウンターで結構です。あなたが今の店長ですか？そうだけど。はい、注文は何ですか、お客様？いえ、実は私ここのスタッフでして、今日は休暇なので朝方に寄っただけですが。それでジョージ店長は目を覚ましましたか？店長っていつの？もう何人も代替わりしたので分かりませんね。もともとの正しいアーネンエルベの店長です。黒いゲル状のもの、ネロカオスの悪性だとか名乗っていましたが、そういったものに取り憑かれてしまいまして。ネロに？ああ、それで昼間のネロは妙に覇気がなかったのね。けどその店長大丈夫なの？ネロに取り込まれたのなら人間なんてあっという間に飲まれちゃうわよ。はい、それがですね、偶然通りかかった親切なメガネの青年がネロカオス分を退治してくれたのです。まあ事情を知らなければ店長を殺したように見えたでしょうが、その後ひっそりと店長をロッカーに安置させていただきました。そうなんだ。じゃあ店長さんが目を覚ませば私たちもようやく解放？はい、ですが店長の目覚めを待つ必要はありませんね。アーネンエルベは6時を過ぎれば閉店ですから。ところで厨房に何か変わったものはありませんでしたか？ありました。ええ、この上なく奇怪なものが。もうないけどな、中もろとも吹っ飛ばしたから。ほらこれ、唯一残ったドアノブ。あなたはここの店員さんでしょ？私たちが持っていてもなんだし、預けておくわ。まあそれは素晴らしい。27キャット壊滅指令、これで完了ということですね。対抗者の手柄を横取りする形になりますが、これも日頃の行いによるもの、慎んで授かりましょう。まあ噂をすればこれが閉店の鐘です。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。しかしこれで終わりとなると寂しいものですね。こっちは散々だ。洗い物は俺がやるから店内の掃除を頼む。あ、そうだ、おい、もう閉店だってさ。あんたも一日よく俺たちに付き合ってくれたよな。そうだな、テーブルを一日借り切ったことをこんなに後悔したことはないが、まあ今日ほど奇抜な一日もまたないだろう。では感情を、カードは使えるか？使えるだろうね。使えなければ逃げ出すところだ。そうだねえ、結局ジャッジはどうなったの？言われてみれば今日はそんな話だったな。ええ、もうどうでもいい気はしますが、答えが出ているのならぜひ。ん？ああ、君たちの中で誰が一番魅力的かという話か。さて、一日同席した程度の私にはわからない話だが、君たちは3人で談笑していた時が最も輝いていたように思うかね。観光客さんが閉めた。ありゃ、それはまた予想外ね。いいえ、実にいい答えではないかと。まあ綺麗にまとめすぎだけどな。確かに。それでは少し加工を残す感想を。強いて言うなら、アルクウェイド・ブリュンスタッドは淑女らしさを、セーバー城は自由奔放さを、両義君は素直さを付け足せば文句のないアイドルではないかと。これはまあお世辞ではなく、
正直な僕の意見だぜ。まあ、なんと的確なアドバイスでしょう。ただの不機嫌な観光客かと思いましたが、なかなかの人物だったのですね。それはどうも。ああ、君、領収書を頼む。魔術協会秋葉原支部会議費代で。魔術協会ですか。あの、お名前は。ん？ ああ、そういえば名乗っていなかったな。別に特別な名前でもないんだが、私はウェイバー、ウェイバーベルベットというんだ。夏も盛りの8月中旬、数年ぶりにこの国を訪れた私は、おかしな一日を体験した。あの戦いからもう何年経っただろうか。ふと振り返ると、そこにあるのは落ちかけた夕日だけだ。アーネンエルベと呼ばれた店は幻のようにかき消えていた。夏の蜃気楼。なるほど。普段なら出会えない人々とはこういうことか。あの店が目に入った時点で、私は多くの異邦人たちと開口し、こうして別れたのだ。おそらく彼女たちと一堂に会することはもうあるまい。いずれ出会うことはあるだろうが、それは今日とは違う時代。何年か前か後の本来の姿のはずだ。さて、そろそろマッケンジー邸へ挨拶に行くとするか。夏の夕暮れを後にする。私がこの国で若き日の未熟さを晴らすのはもう少し後の話だ。争いのない世界、猫缶が止めどなく支給され、猫は踊り、人は歌い、星々がはんざめく理想郷の実現は、やはり一階の猫には重すぎたか。口ほどにもなかったわね、猫精霊たちの王国は。まあ、あの連中も同じぐらいどうってことなさそうだったけど。にゃ、誰にゃ、私の背後で黒い太陽バッグに腕組みしている三人組は。ほんと情けない、見ちゃいられないわね、バカ猫たち。でもそのアメーバ並みのガッツは買うわ、マネージャー的に。なんだったら私たちが力を貸してあげましょうか。くっくっくっく、求人募集していると聞いたかね。気がつけばこんな僻地まで飛ばされて。だんだん色物になっていく。お前たちは、お前たちは PS2 版フェイトエクストラエディションについてくる我らの勇姿を知らぬとは。負けるのも当然かね。だが安心するといいかね。この程度の瓦礫、魔気の労働力をもってすれば千年ほどで片付けられるかね。私一人でこれ片付けるんですか。雪かマネージャービンタ3。ごめんなさい、ごめんなさい、頑張ります。はい、出てきるとこまで頑張りますから。
裂したからにはますます持って色物になったと知りなさい。はあ、にゃん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 、カニ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 カ